こんにちは、ブロースパージャパンです。今日はですね、ウォークマンですね、 MD ウォークマンのですね発送をします。こちらですね、 MZN510 の方ですね。この510と520があるんですが、再生するだけで、使用されるんであれば、個人的にはその2種類が一番いいです。理由はですね、壊れにくいんですね、この2機種は、非常に。で、作りもその難しい作りしてなくて、単純なので逆に言うと壊れにくいんですよ。安定してるので。なので、再生で楽しみたい方はですね、510か520を購入してください。ずっと出荷してますけど、注文いただいてですね、やはり今まで壊れる確率が極めて少ないのはこの2機種です。今本当に高くなっちゃったんで、うちの方もですね、もうあと数も少なくなってしまってですね、入庫しても高くなっちゃうんですよ。で、これ比較的抑えた価格で、フルセットなんですね。ガム電池もですね、実際こっちの方のタイプが付けるはずだったんですが、テストしてるのでちょっと充電容量は少ないんですよ。で、こちらの方の別のものにちょっと変えます。はい、黒い方です。こちら容量が十分あるん でこちらをお付けしてお客様の方にも、お出しいたします。で、全部リモコンも付いてますので、そのまま今、テストもしてみますけど、全体的にこれ綺麗なんですよ。すごいなかなかこれだけ綺麗なものもちょっとなくてですね。ご自身でもですね、必ずこの、中にホコリがたまるので、必ずホコリとか髪の毛を巻きつくことが多いんですね。なのでこの、ダイソーとかで売ってるこういうポンプがあるので、これで中掃除してください。必ずそれで動かなくなりますからね。鉄製の見てはいつものこちらですね、ソニーを使います。ちょっとバッテリー容量が少なかったんですね。こちら十分あるので、こちらでお付けして問題ないんですが、ちょっともう一回テストするためにバッテリー、こちらにしようかな。ちょっとこの場で作動確認をしなくてはいけないので、ちょっと探査ホルダーで使いますね。この探査ホルダーはついてないので、はい、